やっほーやございます、こんばんは、ハーバーグランドビュー、ハーバーグランドビューかな、ちゃんとちょっと正式名称忘れた天井ビトルームです。天井ビトルームから見た800ミリの世界をご紹介したいと思います。今ちょっとこれは火山映してますけれども、フルズームじゃないので200ミリですね、200ミリの世界です。まあ、火山の800ミリフルズームは前ね、前のスペチアーレの時から時に見せたんで特にいいかと思うんですけど、まあとりあえずズームしますと、よいしょ、これが800ミリですね。火山の噴火口がよく見えます。でこっちの方が溶岩ですね、溶岩が流れているところがわかります。でちょっと引いて、よいしょ、で火山の下の方にはこれでフォートレスですね、要塞のところがありまして、まあ要塞もフルズームする要塞フルズームしますと、よいしょ、フルズームしてもあんまこの何が映ってるかよくわからんよね、これでもね。要塞のフルズーム800ミリ。ちょっと面白いのはこの船のところの、よいしょ、ちょい右、ここ見えるかな、これむっちゃ暗いねんけど、あのミステリアスアイランドのあの間欠泉のボコボコ言ってるところね、それが見えます。ここから垣間見ることができます。ちょっと明るくしてみようか。いやもうこれでもこれ ISO 8000なんですけどね。あ、見えた見えた。こういう感じでボコボコしてるのがここから見えます。でディズニーシーの朝の風景なんですけど、お、チャリンコ、お、すごいすごいすごい、なんか楽しそう。おお、パークチャリンコで疾走するの楽しいよね、絶対ね。人のおらんパークをチャリンコで疾走するって絶対楽しいやんな。で左の方行くとこれがポンテベッキオですね。ポンテベッキオからもこれはもう隣の建物ミラコの建物になっちゃう、ここが限界ですね。で下の方を見ていきますと、これはちょっと柵で見えへんか、ここリドですね、リドアイルが見えます。よいしょ。で特徴的なのがポンテベッキオの向こうのところにリアル海がありまして、よいしょ、ズームしますと、じゃじゃん、これなんだ、ちょっとよくわかんないですけど建物が見えます。でその向こうには街並みが見えまして、よいしょ、でこれがみなとみらいですよね、多分昨日の夕方にもちょっと撮ったんですけど、みなとみらいっぽい。こっちの、あったあったあった、これみなとみらいが見えるんですよね。これ横浜、これランドマークタワー、真ん中にあるのがランドマークタワーで、その横にあのなんかひし形かなんか丸みのある建物あるじゃないですか、なんとか多分ホテルちゃうかな、あれね、っていうのが見えます。ということはこれはベイブリッジかな、
ょっと分かんないですけど、地理的にそんな感じちゃう。大黒ふ頭、よいしょ、戻しますと、よいしょ、こんな感じですね。火山の右側に行きますと、ちらっと建物の白いところが見えますが、これが多分シェラトンかヒルトンかホテルですよね。ホテルの建物かな、ほんまかほんまか。ちょい右行くと、ここに多分これも工事中の現場なんかな。これは下からも見えるんですよね、上からだけじゃなくて。このシートがかぶされている、シートっちゅうんかな、なんか網になってるところ、場所的にはこのところ、よいしょ、ちょうどこのとこですよね。で右の方に行きますと、よいしょ、ホテルが並んでまして、今度こっちは東京の街の街並みですよね、向こうの方は。でその手前には、よいしょ、マメラグ、あ、じゃあアラビアンコーストか、アラビアンコーストがあります。アラビの建物の向こうにホテルが並んでると。いう感じですね。これ何やろ、ゴミの煙突かなゴミの煙突ってねゴミ焼却場の煙突、よいしょ。東京の街並みがありまして、ん、なんか動いてる。その手前には、よいしょ、アラビの街並み、あ、トラック、軽トラ。そしてソアリンの建物がありまして、ソアリンの建物は完全にシートで覆われて、あの台風の時とかシートが一部剥がされてたらしいんですよね。でちょっと中身が見えてたらしいんですけど、今はまた元に戻って完全に覆われてる感じ。ちょっとこの辺見えてるよね、ちょっとズーム、よいしょ、見えてる言うてもあれか、足場ぐらいしか見えへんのか。そんなにちゃんと見えるわけじゃないよね。元に戻しまして、こちらがソアリンのクレーンですね。今はちょっと折りたたんでますけど、でその向こうには、よいしょ、こちら、ほんと隙間産業やね。これあのこの間泊まったピアッツァビューの方のスペチアーレテラスルームですよね。前回はここからこちら、今僕がいるところに向かって天井人天井人と言ってまして、今は天井人まで上り詰めましたけど言い方がいやらしいでその横にこちらがクリッターカントリーですよね。クリッターカントリーの山、ズームしますと、あっち逆で、これがフルズームという感じで、その隣にはこれはディズニーランドホテルですかね、多分。はい、という感じで右の方に行きますと、もうミラコスタの壁という感じで、で今超望遠なんでこれ以上引けないんですよね。だからもうこのままずっと右に行くとミラコのロビーのてっぺんのところのドームですね。で下の方に行くと、よいしょ、ただ見することができる踊り場でその下がマンマですね、マンマビスコッティ。ちょっと暗いな。そしてミキヒロという感じで、
ちょっとこれ以上弾けないんで、これ以上弾けないからちょっと何とも言えないんですけど、こっから三木広から桟橋を経まして、メディテレーニアハーバーという感じで、水面はすごく穏やかです。風もそよ風といった感じで。で、この下、ホテルミラコスタっていうネオンサインの下に、ベッラビスタ。まあ今まで誰も来てませんけど、覗き見できます。で、ベッラの上の方、これがまあ、これバルコニーですよね。バルコニールーム。で、その上の方は、ここあれかな？ここあれですよね。あの、いる、なんたら。50万のスイートの部屋でしたっけ？多分この辺ですよね。で、その上の方に行くと、よいしょ。見えるかな？このミラコの天井のところに、あれがあるんですよね。スポットライトの設備が。多分。この辺ちゃうかったかな、多分ね。あのファンタズミックとかには出てこないんですけど、前のあのシャインオンの夜会とかはこっから出てましたよね。確かサーチライトじゃなくてスポットライト的なやつが多分この辺にあると思いますっていうミラコの屋根ですね。いつもの時計、いつものっていつものって。で、ここがもう隣の壁という感じです。という感じで、800ミリの世界をご紹介しました。この後ここから大量のゲストが押し寄せてくる感じになります。それも撮れたら撮ってみようかなと思います。ちょっとなんかろれつ回ってないな俺寝起きやからかな。というわけで、じゃあバイなら。